お元気ですか、ボクシミです。今回は福岡ソフトバンクホークスヒストリー1938年から2022年までの開封動画後編でございます。後編の7袋目開けたいと思います。ではいきます。後編の7袋目でございます。ごめんなさい、後編の1袋目でございます。久保博樹内野手です。元ね、侍ジャパンの監督でもいらっしゃいました。中村晃外野手です。で、杉浦俊也投手のカードでございます。王貞治、ね、元監督でいらっしゃいます。で、球団の歴史、工藤公康監督の下4年連続日本一になった時のカードでございます。2袋目でございます。山本和則外野手でございます。佐藤道夫投手でございます。川崎宗則内野手のカードでございます。充実の戦力で4度の優勝を果たした時のカードでございます。で、柏原11内野手でございます。で、かつて日本ハムにもね、大好きしてます。日本ハムっていうかね、東映フライヤーズ時代かな、間違ったらごめんなさい。3袋目でございます。柴原浩外野手です。で、山本和則外野手でございまして、直筆サインカードでございます。結構古い選手のカードというので、ね、小池健二選手のね、直筆サインカードが出ました。で、こちらですね、88分の12でございます。斉藤和美投手でございます。森福正彦投手でございます。4袋目でございます。大道義則に内野手でございます。佐藤道郎投手でございます。で、こちらがですね、松田宣浩内野手のカードでございます。吉田豊彦投手でございます。金城元康投手でございます。5袋目でございます。吉武慎太郎投手でございます。長谷川優也外野手でございます。田上圭三郎投手でございます。で、千賀滉大投手のカードでございます。金城元康投手です。6袋目でございます。小川博士、内野手です。高谷博明捕手です。小久保博樹内野手のカードでございます。若井元康内野手です。桜井輝秀内野手です。で、最後は7袋目でございます。で、藤本博史現監督でいらっしゃいますね。で、門田博光外野手でございます。本間満内野手です。で、松中信彦外野手です。
で最後は武田勝弘投手でございます。かつて日本ハムにもね在籍しておりました。以上で福岡ソフトバンクホークスヒストリー1938年から2022年までの開封動画を終わりたいと思います。ね、懐かしい選手でございます。小池健二選手の直筆サインカードでございます。またねこういったお金がありましたらねまたこういった開封動画もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。